So if you haven't got started yet, don't feel like you're behind the game. Like, sure.人が前9年とか高3年の駅で大宇の日本の北の方まで遠征する過程で坂東武者たちを従えて行って戦ったっていう経緯があって、その時点で京都ほら軍事貴族って重要だって話をしたじゃないですか。その朝廷との距離みたいな非常に重要だって話をしたじゃないですか。この時って朝廷から距離がすごく近い人として、実際に朝廷から直接の命令を受けて、まあ、いわゆる将軍として派遣されてる。坂東武者たちを結構あのこう傘下に入れたりとかしてたんで、まあ、そういうのがここら辺から始まってるよっていう話で、リーダーシップを取ってリーダーシップを取ってってことで、ひいひいおじいさんぐらいかってことで、ただしですね、武将として義家はまあすごい高く評価されているものの、一方で不必要な殺戮みたいなのを行っていて、なんか敵の清原軍で兵糧攻めにしていて、耐えきれずに逆らった敵が女子供を容赦なく惨殺するって言うんです。